優しい兄ちゃんと対決できるね。アズマは永遠のビハインド専用リリーフだな。兄弟対決か。センターは打追いつくも落球、記録は二塁だ。おいおいしっかりしろ。聞いちゃった。それはあかんで。兄の威厳見せていけ。これは親の気持ち似てる。和田さん、それはないですよ。これはどっちの勝ちということになるんだろう。アズマの勝ちということで、ここは一つやらせだろ。和田、くさ、なんとも締まらない対決。あそこまで飛ばされた時点で負けだな。まあそこまで飛ばされてる時点であれだ。せっかくの兄弟対決なのにこれかよ。兄弟対決に白黒つけさせない和田の優しさ。兄の顔を薄めた感じの顔だな。弟、アズマ弟より飛ばした八代ってに誰もいないんだが。試合後、兄は負けましたと肩を落とすアズマ家。しょぼんとしてて好き。かわいい。ジャズニキかわいいわ。ジャズマ家、兄は負けてしまいました。萌えキャラかな。仲良さそう。かわいい。アズマ兄弟対決は和田の負けや。アズマは1年目2軍でグロい成績残してたのを考えたら、今は信じられないくらい躍動しとるな。